ドミさんってことで、まあ、それはテールズ・オブ・ゼスティリア、前回続きからやっていきましょう。さてと、どっかから地底道を進みましょうという話になったところで終わっちゃったと思いますんで、行きましょうかね、早速。まず街から出るわけですよ。街から出るときにちょっとイベントのマークがついておりましたんで、ね、がっつりついてますね。いやだね、怖いね、あそこに居張るんちゃう？待ち構えてて、ダダーンみたいな、そういうパターン。あ、なんか上にいるな。あ、あれ、あの逃げた兵馬ちゃん。今日の見張りかぽいね。姿隠していく。スレイさん、見張りの目をごまかさないと。こんにちは。町から出たとは気づかせない。さらばだ。あ、やべ、くしゃみ出そう。ちょっとね、俺の今の録画環境、くしゃみを瞬時に止めることができないんですよね。脱出成功。イエー、通気鏡を出し抜けたかな。そんなうまいこと言ったかな。そんなうまいこといかんちゃん。相手敵の親玉なかなか強者やで。どこから行くの。ほんで地底洞窟やねんけど、どこから、あ、戻る感じ。あ、そういうこと。なるほどね、戻るらしいわ。じゃあちょっと戻っていこうか。 OKOK、 バックトゥーフュージャー、バックトゥーしていく感じでね。なるほど、よし、帰っていこう。明日して頑張って。早掛けがない、遅いけど仕方ない。まあ、あの辺の雑魚、あ、ついばんでも、おっと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 、ついばむ必要があるようだ。ここにね、カモミール、イエス、オッケー。あいつ気づいてねえな。はっ、雑魚め、口ほどにもないやつだわ。雨の中走ってるよ。こうフィールドを移動するのが早くなる何かが今後手に入ると思うんですよね、多分。それがね、ちょっと早、来た。何やつ、よし来いや。ちょっと軽く変身していこうか。はい、さてと、いやもう溜まってたんでね溜まってたんで、ちょっとこうやっていこうかなみたいな。よいしょ、ほら頑張れ。よいしょ、おら、お、強いよ。さあ早掛けてかけていこう。いやー、すごい気持ちいい、気持ちいいっつって。残念だけど、これが切れない限りは君と戦う道理は私にはないのだ。さらばだ。早い早い、めっちゃ早いからね。やっぱ体感だいぶ違いますよね。スススススって、これもう移動速度さらにアップとかせえへんのかな。持続力だけやろな、多分な。さてと、この辺だっけ、なんとか地底道って。そこか、あー、下だな、俺行ってないとこだ。あの前通れなかったとこだな。右下のところだね。オッケー。外旋総会の南のはずだ。オッケー、場所は分かったぜ。そして早書きが切れたから、お前を食そう、食べよう。あ、待って、宝箱ある。宝箱、オープンザプライス、アップル組。そんなにいいもんではなかったけど、まあないよりはマシ。うぞう、お、避けられた、これギャルだ。無影章、はい、無影章しっかり使っていくよ。またこの使っていくシリーズ始まってるからね。また無影章、ちょっとなんかね、これ今カクついてるなと思ってる人いるでしょ。録画画面じゃなくてゲーム自体が若干カクついてますゲーム自体のカクついてます、これは。はい、これは俺ではどうしようもないやつ、これはね。だからテイルズっていうゲーム自体が起動せえへんのも多いんですけど、それがやっぱ重たいんですよね。だからこのゲームやっぱプレス4で出してきゃよかったと思うんだよな、俺個人的には。もうプレス4で出ると思ってたもん。プレス4出た後でしたよね、これ確か出たのね。プレス4出た後だけどプレス3で出すっていう、このいかつさ、いかついなと思ってましたけどね。もうそれがこうあだとなってる感じで、結構なんか知恵袋とか書いてる人いますもんね。このゲーム買ってやりたいんですけど、その消えちゃったみたいな、消えたら起動せえへんみたいなんでね、悩んでる方結構おられるみたいですしね。そういうの見てるとなんかもったいないなと思って、それで売っちゃったりとかしてる人もいるわけですね。俺も一時期だってもうあかんわって諦めかけてたわけですからね。いや、すごいすごい、みんなすごい、何々もう死にかけてるやつ、何してんの何してんの、もう死にかけてるよ、相手の人も死にかけてるんやけど。はい、よいしょ、占いをしましょう。紙を1枚選んでください。
私は占いなんて信じないって言いそうな。ロゼさん現実主義ですもんね。いや直接本人に聞こうよ、結構信じるし。あ、これ見たことあったやつだこれ見たことあったやつだ。これ結構面白いよね。と、あ、オッケー、中広いので気をつけて。オッケー、任せろ。洞窟探検とかも最高だぜ、大好き、そういうの。はにゃ、それ好きみたいな感じで行くぞ。あ、入り口ちっちゃいの。オープン。まさに開けゴマやね。いいじゃんいいじゃん。さあ来た、カンブリア地底湖、楽しそう。はい、バイログリフガイドってとこ出りゃいいの。え、どこ、あそこなんかイベントあるよね。あっこまで行かなあかん感じか。左側ちょっと関係なさそうやから逆サイから進んでいこうかな。片方は取り抜けられるのかな。ね、心配ない、言い切るね。か、風が教えてくれてる、風が動いている。なるほどね、やっぱりね。はい、ロバンボーイズ、秘密の抜け道ってわかるよ、わかるよ、面白いよね。さらにね、そうそう、たくさん出口があったりすると最高。片方はでもとりあえず今行かんでよさそうやな。繋がってるんだよね、やっぱわかってるな、ミクリよ。全然わかんない、わかりたくないし。男性はお好きなんですよこういうの。てか男性はっていうより、この二人とくとくかガキって言われた、つら。はい、こっち、嘘、え、こっちは、こっちの楽しそうな方は、ここさ、しかもなんかいるやん、紫のやつあるし。紫のって何やったっけ、同席エピソードか。これちょっとやっといた方がいいんちゃう、このちょっとこっち行こうや、これはこなしといた方がいいやろ。紫ちょっとやりに行くぞ、ちょっとかかってこいよ。ほら、何やお前やるのか、ほら、よし発動。あれ、よし行こう、よいしょ。さてと、さあスカッと、これで早掛けで一気に探索させてもらおうかな。片方のあのなんかすんなり行ける方ばっかり行くってことはあれなんかな、意外とここの洞窟はまた後で来るってことだ。レッドベルベル、何これ、3も上昇する、すげえ、めっちゃいい、やば、熱い、ここ激熱や、熱すぎる、激熱すぎるぞ、なんてことだ。ここ入り口、ここ行き止まりっぽいけど大丈夫これ、あ、これ大丈夫じゃないね、上がれないね。あ、そうですか、え、そういう感じで言ったら、あ、じゃあ行けへんやん、ここまで、ここも切れてるもんね、ほらここも降りるとかのパターンじゃないんかな。ちょ、見るだけ見てみようや。やっぱ行かん、行く前にさ、行けへんって決めつけるのよくないよね。それよくないとこやと思う俺の。よし、行っちゃおう。とりあえず行って決めようぜ、まずな。あ、なくなった。ちょっとお前が餌食になる俺の。来いよ、俺。さあ行くぞ。はっ。ドゥルー。よし。なんか今、なんか今勝手に。なになになに、おー、なんか勝手にどんどん使ってくね、みんな積極的。どうしたのそんな積極的に、ガンガン行こうぜやん、作戦名。まあ俺もガンガン行こうぜ、好きやねん、ドラクエ必ずガンガン行こうぜやからな。回復タイプ以外はもう基本ガンガン行こうぜ、 MP とか関係ねえっつって。あれ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 、みんなどうしたの。おー、かっこいいけど、レゼルは何でもできるね、風が読めるからね。なあ、ちょっとみんなすごい積極的やな。どうしたん、積極性爆発しちゃってるけど。なんか急に出てきた幽霊みたいです。 あれ、あら、落ちた。あ、そう、そういう感じ、落ちちゃったよ。へえ、そういうパターン来るんか。登れるし奥も進めるぞ。なんだい、奥も進めちゃうし行けちゃうしみたいな、楽しそうだし、ちょっと行っちゃおう。この完全にこの進むべきとこを無視する感じね。いやー、それがやっぱお前洞窟探検楽しみやろ。目の前にあるぞ、大丈夫だ、目の前にあるぞ。おい、そう、おい、さてと、いやー、どんどん進んでいくね、関係ないとこもうさ、しょうがないじゃん、ワクワクするやん、こういうところ探検するのって。さあ行こう。何
なんでお前そんなドストレートに行かなあかんねん。回り道してなんぼじゃいい。来いよ、ほら。よし、ここでまたちょっと。最後。しょいよ。よいしょ。無影章。使ってってしっかり。回数をね、稼いでいく。無影章。はい。2回打てたらいいね。無影章。オッケー。いいね。瞬殺やな、もう。いじめ。おーっと、でかい。なにこいつ。この野郎。はい、よっしゃ。そんなの関係なくゴリ押す、関係なくゴリ押す、関係なくゴリ押す。力で。これなんかあれやね、最初の頃神化する試練の時出てきたって似てんね。おいしょ、おいしょ、いいね、いいね。スムーズ、実にスムーズ。あ、終わった。これで戦うつもりなかったんやけどな、しょうがないね。あ、さっきからなんかちょいちょい出てきてんなと思ったら、これか。そっち行けるな。なんかそっち何があるんや。いやー、もう、おっと、宝箱じゃん。あるじゃん。いいね。はい。お金や、お金。金は大事。嘘、これ入れねえ。ここじゃねえ。あ、ここだ。ここ何？あ、宝箱じゃん。近くにあるようだよ。アンフィティアラ。アンフィティアラやって、ちょっといいんかな。装備しようか。ライルちゃん、ちょっと装備しよう。見てみよう。アンフィティアラやって。あ、結構強いね、どっちも。魔法攻撃力が確か下がるんだけど、それを犠牲にしてもって感じのとこあるね。ポイズン。ほー。お、個人的にこっち好きかも。防御力上がるのやっぱ大事よね。あ、でも待って、魔法防御下がった。あ、でもさ、魔法防御の方が高いじゃん。防御力の方が、基礎防御力が低いからね。どっちも高くしときたいから、平均的に。ちょっと魔防は下がったけど、普通の防御力を上げるって意味では、致し方ない犠牲かもしれないですね。あ、なんかやっぱいるね、変なやつ。まあ、仕方しますけどね、がっつり。がっつり仕方。オッケー。ここちょっと早掛け取っても意味ねえから、とりあえず仕方して。オッケー。よっ。ほい。さらに。いいじゃん。ピーチグミゲッツ。あいつなんか、うまいこと当たらへんな。今も当たってもいいやっていう気持ちがあったんやけど。まあええわ。奥まで進んできたけど。よっ。うわーお。落ちてきちゃった。で、あ、なんか複雑な地形やね、ここね。さらに下もあるんや、ここから。上もとりあえずあるのはあるっぽいけどね。ちょ、下降りてみる。どうよ、なんかあるのこれ。敵がいるだけかな。とりあえずここ登れるや。ここの上宝箱あんな、分かった。それは確定っぽいんだよね。それはいただいとこう。いただいちゃおう。登りまーす。はい、これをいただいとこうね。はい、いただいちゃおう。周囲を確認してくれ。アーカリング持ってるね。俺もすでに持ってるよ。お、あら、ひゃはー、落ちちゃったよ。これ元の場所戻って、そこからじゃないと登れないってやつだね、多分ね。こっからしか登れへんねんな。よし、行こう。あー、ほんで正しい道を進まへんと落ちますってことか。なるほどなるほど、考えたじゃないか。なかなか行ってやろうじゃないか。よし、行くぞ。せい。多分こういうのは大体近いとこ進むと、あれ？なんで行かへんのこれ。なんでな。お？オッケー、行った。近い方を進もうとすっと痛い目見るっちゃよくあることだよね。向こうなんかあるな。気になるね、ちょっと。よっ。こっち何これ。何何何？近くに。いや、ビンゴー！パウンドケーキ。まあそんなに効果の高いもんではないけど、まあまあ持ってて損はないでしょうというとこですな。よいしょ。そっちは？そっちもなんかあり下げ？え、こっち来たとこ？お？俺どっから来た？上から降りてきたから、ここはあれと違うよ。よし。はっ。こっちもなんかあり下げよね。なんだ？あ、宝箱あんじゃん。いいね。宝箱が近くにあるようだよ。あれ、あかね。どこ？ちょ、見えない。見えない。アングルが死んでる。キャストヒール。ほー、キャストヒール。ちょっと見てみたろ。ヒールか。あー、いまいちだね。他は3とかのこれに。あー、もう全然ダメ、全然ダメ。どう、どうっすかね。あー、そうでもないね。はいはい、特にでーす。特にでーす。まあまあまあ、こうやって一個ずつ確実に調べていこうや。はい、よいしょ。あと真正面1個あんだよね、そこね。
あれちょっと気になるとこではあるかな。あれが宝箱のとこか。これ多分どっちか正解。はい、不正解。そういうことね。なるほど、不正解引いちゃったよ。あ、残念だけども、今急いどるんだよ私。探索をね、あんまりちんたらやってると、こうパート内にきっちり終わらないっていう事態に発生するからね。ある程度こう探索は立ったか行った方がいいなと最近思いました。なのでちょっと立ったか探索は行きますよ。まあ、当然移動速度速くした方がいい時は早掛けね、取りに行きますけども。ここはダメか。一回こっち経由してからのこっち行って、でこれどっちか選択とかちゃうよね。一個ずつでいいよね多分。オッケー、いいね。しゃ、オッケー、ほら。これどこ行くね。あ、これでだいぶ戻れる感じか。よし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 、いいじゃんいいじゃん。これはちょっと早掛け取りましょうかね。取りましょうかなんて、なんか発音おかしかないから取りましょうかね。こいつ戦おうか。オッケー、ちょっとくれ。で、右に行くとこがあったのは見たから、右側からちょっと行こうかなって感じ。あれ、俺なんか1個減ってない ?BG ゲージ。俺減らした記憶ないんやけど、なんかやったんかな。よし、行こう。おるろ、お前。よし。もう、無影響めっちゃかましてるけど。無影響使いたくる。おるろ。よーし、いいね。で、こっち。あっ!避けていく、完璧。この避け。圧倒的避け。さてと。おっと。シンボルエンカウンター、こういうのができるからね。これシンボルじゃなくてランダムエンカウントでこう、もう逃げれないからね。まあその分この、なんていうんですかね、絶対に戦わないかんから、レベル上げとかも反強制みたいなとこありますけどね。いや、一丁行ったんだよ、だからね。おお、何今の、なんか今、ぼやっと出たぞ。マジか。危ないね。さあ、着いたけど。お前はちょっといいや、仕方しようかな。調べる?なんだ?調べるって何が?何を調べんの?ん?来た。あ、ちょ、待って。謎の化石。しまった。上だ。なんじゃこりゃ。でっかいエビね。化石。あ、上に書いてあるやつだね。これだね。すげー。昔はこんなのがいた。こんなのなんか見たことあるね。なんか、実際にいたような気もするな、こんなやつ。氷魔か。氷魔が化石に?まさか。だが、ならないという確証もない。刺身でもいける確証はある。何の話してんの。右だろ。どっちが頭かわからない着物。変なの。いやいや、そのクニクニってのついてろ。エビも味噌と尻尾の美味しさはこうつつけがたい。ほんと、何なんだろう。全員全然関係ない話。だからエビだったか。これね。おお、すごい。なるほど。よ、見て感動してすぐ登る。さよなら。さてと、で、右行けへんのかな。あ、行けんじゃん。同席イベント行けんじゃん。やったね。行くっきゃね、これは。これは行くしかないやろ。登りまーす。めっちゃ強い敵とかだ、どうしよう。まあ、その時はもうその時はなるようにしかならねえよな。お?やばい、ここ1000ポイントある。これは嫌な予感しかしねえな。セーブポイントあった時はだいたいやばいのが待ってる。強いやつとかで。テイルズはその辺親切設計ですからね。絶対やばいのは待ってんだよね、だいたいね。ほー、いや、いいよいいよ、やってやろうじゃねえか。そんなんでビビってるほどの俺ではないわ。行ってやろうじゃねえか。おー、なんや、どでかいやつかなんか知らんけど。あ、同席ありゃ、多分あれ取ったら出てくんやな。大地の記憶じゃないか。これ取ったら出てくるやろ、完全に。よし、でかいもんやね。なんかちょっと形のセンスはあれやけどな。お、大樹の下に、あ、女の人かな、この人は。あ、赤ちゃん抱いてるね。なんか頭にマークついてるけど、何のマークや、あれ。選ばれてる人みたいな感じなの。新しい村を作ってるみたいだった。ミクリオ、思ったんだけど、もしかしてあの人同士だったりしないかな。あの女の人が。同士が天意見文録を書いたとしたら、いろいろ納得が。
ミクリオ。あ、すまない。なんだって。いや、珍しいな、ミクリオがぼーっとするなんて。略して、ミボーですわね。うまい。うまくない。大丈夫か？どっか悪いんじゃ。平気だよ。ちょっとぼんやりしただけ。なぜかね。なんなん？え、もしかして親族の方ですか？あ、やっぱり出てくる感じ。違った。おお、誰？ハワロー？まだ同士がいたのです。ハロー、新しく同士になりました。スレイって言います。あなたは？サインドと申します。同士スレイ。ラストンベルを加護されていた方ですね。あ、そうなの。ええ、以前。もう一度加護を頼めないかな。ラストンベルの聖堂には天族がいなくて、妙な事件も起こってるみたいなんだ。それは加護とは無縁です。なぜそう言い切れる。私が器としていたのは鐘楼の鐘でしたから。そう。ラストンベルの聖堂は形だけのものなのね。いずれにせよ、もう私の。すげえドライな人。やばい。私は人間がわからなくなりました。そっとしておいてもらえませんか。理由をお聞かせ願えませんか。ごめんなさい。お、もう一方的に更新遮断された。マジか。無理強いはできないけど。まあね。いろいろ引っかかるな。もっと情報を集めるべきだ。確かにそれはある。そうだな。ラストンベルの人に聞いてみよう。あ、ラストンベル。戻った方がいい感じこれ。俺こういうの来たら戻るぜ。俺はラストンベルに戻るよこれ。うん、戻っちゃうよ。よーし、ちょっとストーリーをお預けだな。いやー。セーブポイントが戻れるしね。ただね、ちょっとここのあそこの袋工事みたいなとこ絶対アイテムあると思うんで、あそこ行ってからラストンベル戻ろうかな。ちょっとなんかもうみんなめっちゃ攻撃のために魔法を貯めてんねんけど、やばいことになってる、やばいことになってる。なんかもうサーカス団みたいになってるやん。もう技出しすぎてやばいことになってんねん、ほんま。こいつすげえな。普通に刀で切るのは結構防がれるな。硬い。こういう時に無影響を使っていくと、こうね、オーロラ、名称ウィーク出るんだよ。杖を防術としても使う点と。それは見たな。オッケー。早掛け出して、なに、赤やついる。いた。赤やついた。オーケー。いや、あれ、戦わへんっていうのはね、男じゃないと思う、俺は。あんなね、変なやつ見つけたらね、まあ、行くしかないでしょう。よし、行っとるやけ。やっとるやないか、この野郎、お前。上等だ、この野郎。お前、かかってこいよ、ほら。何だお前、ほら。やばそう、めっちゃ強そう。待って。あ、水耐性やった。しまった。マジで？あ、痛い！瞬殺、めっちゃ強い、めっちゃ強い。おう、めっちゃ強い、めっちゃ強い。めっちゃ強い。ちょっと待って。あ、今さ、水耐性やったから俺、ちょっと変えたわけよ。そうなのよ。だから、ちょっと待って、次パーティーチェンジして生かして。ちょ。あの、髪が解いたのは自分でもちょっとね、ぐさぐやったと思います。ちょっとな、ちょっと、あの、技の威力おかしない？めっちゃ減ったくない？ちょっとね、あれな気がするけど、ちょっと待って、ここでこうし、待って、ライラをお前、まんまで、デゼル使おう、俺。これでいいだろ。おっし。おっしゃ、この野郎、お前。再戦じゃ、おら。変身！行くぞ！よし、行くぞ！来ない！おー、これめっちゃ強そうやぜ。ほっ！足元に蛇の形でココナザル。強い！めっちゃ強い！あ、これやばいかも、もしかして。結構やばい、これ。強さやばいかもね、これ。ちょっとね、ガード一回して、オッケー。回復して。よし、オッケー。よし。ただ、なんか、全然減ってる感じせえへんから大丈夫かな、これ。全然減ってないけど、こいつ。嘘やろ。全然減ってない。硬っ！マジか、めっちゃ硬いやん。オッケー。待て。落ち着け。よし。もう、天族ボロボロなんやけど。天族、俺と組んでるデゼル以外もうボロボロやな、ほんま。やばいな、これ。よいしょ。ほっ。なんか知らんけど HP 減ってんだよね。知らぬ間に。おー、危ねえ。回復！よし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 。
オッケーオッケー。でもちょっとな、DG が減ってる。硬い。全然 HP 減らへん。勝ったこいつ。あっ強っ。あっ強っ、全然強っ。ちょっと待って、ちょっと待って。オッケーオッケー、回復回復。よし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 。で、あ、待って、何してんの。なんか撃った。間違えた。違うね。待って、ガード。強い。めっちゃ強い。強いよ。はい？これはあかんな。これはあかんわ。ああ、こう覚えとこう。こう忘れたらあかんわけですよ。ここにいたっていうことを覚えとこう。忘れそうやけど。ちょ、忘れてたらちょっとあの、見てる方、いつかのコメントで教えてください。ティンクさん、そういや、あそこにあの、クソ強いやついましたよ、みたいな。そういうノリでちょっと教えてください。これやばいわ。あぶねあぶねあぶね。いやー、めっちゃ強かった。ちょっとえげつなかった。あ、レッドステージがある。レッドがある、レッド。確か定位見聞録に。あ、マジで衣装もあるんや。すごいね。オッケー。どこや、調べんの。お、どこ、どこ、どこ、スレイのどこ。お、来た。光る地底湖。あ、空に光ってるね、なんか石がね。あ、でそれが米に映ってるわけか。レゼル、俺に聞くな。知らん。あなたにも知らない動物ネタがあるのね。動物なんか。見えないほど小さな生き物が光を発すると聞いたことある。おお。そいつらが生息しているのかもしれん。見えないのがいっぱいいるんだ。でも光ってるってことは見えてんじゃねえんだ。一つの命は数日らしいが。数日だけ。一生懸命光ってるのに発光な発光ですのね。うまいこと書きよった。今のは違いますよ。忍者の。寂しい話でまとめられるよりよっぽど。お、なんか高評価。初めて褒められた気がします。指定能だけに銅メダルですわね。あ、それはつまんねえやつだ。でっかい。ライラの輝きも一瞬だったな。デゼルさんまで。そんな。デゼルがキャラも違うんやけど、そんなお前こと言うキャラやっけ。やばい、これ、レッド系やばいな。ここすごいね。これ多分さ、復活するよね、この草系ね。復活っていうか、まだどっかに出てきたりすると思うよね。いいね、いいね。いや、ちょっとあの人ちょっと、ごめんなさい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 。やですやです。はい、すいません。はい、すいません。僕、ラストンベルに帰ります。はい、ごめんなさい。はい、失礼しました。本当に。申し訳ね。申し訳。はい、帰ります。いやー、疲れた、疲れた。いやー、帰ろう、帰ろう。500円かかるけどね。いやー、帰ろう帰ろう。いやー、大変大変。ふぅ。ちょ、セーブするの、ほら、街中の方が落ち着いてできるんでね。いやー、久々に強烈に強かった。あ、ロゼの神妙。また覚えてるやん、頑張って。私のマナってどういう意味？まあ、結構すぐ出てきたよね。ロゼはロゼって意味。ロゼはロゼ。なんか手抜きっぽくない？手抜き。言い方。あと思いついたんだけど、結構合ってない？あの時は緊急事態でしたから。これ付け直しできひんのかな。アリーシャ姫も重視だったんだよね。あ、アリーシャってやついたな。俺も完全俺の記憶が消えてたわ。意味は笑顔のアリーシャだ。わかった。手抜きじゃなくてひいきですね。なんで私の笑顔だってなかなかのもんなのに。じゃ、ロゼ雰囲気怖いよ。ロゼさん、スレイさんは素でこういう方なので。わかってる。スレイこそ、スレイはスレイだよね。確かにな、言えてる。よし、いや強烈だった。めっちゃ強かった。敵にも出会いましたけど、今度ちょっとラストンベルでその石のイベントすると先進めます。メインストーリーよりもせっかく来たんでね、いけそうな、できそうなとこまでちょっとやってまた進めるっていう形していきたいと思います。まあ、臨機応変にということで、探索大好きということでいいんじゃないですか。はい、じゃあ今回はここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、ということで次のパートを見てください。それではお疲れ様です。